私お決まりのパターンを絡めてやるのさ。歌とダンスを見せればお野菜たちも笑顔さ。ただこれだけだからほら向いてこれさえ食べれば明日もハッピー。ツナミュージカルジャーマンポテト。YouTube でいつもよく見る魚のアイコンが特徴のツナボーイさん。今回見たのは料理の映像をミュージカル調に作られていて、とても楽しそうで美味しそうだったので作ってみることにした。じゃがいもの芽を取ったら皮は剥かずにスライスする。玉ねぎもスライスしていく。僕の好きな料理ドラマの忘却の幸子でもミュージカル風のシーンがあって、料理かけるミュージカルってなんだかワクワクする。最近パッケージの変わったシャウエッセン、こちらもスライスしていく。ニンニクもスライスしていく。お湯を沸かす。まずはじゃがいもを茹でる。茹でることにより他の食材と同時に炒めることができる。茹でる時間は2分くらい。ツナボーイさんは他にも料理ドラマとか最高のオムレツの作り方とかいろいろ出していて、料理エンターテイナーだなぁと見ていていつも思う。茹でたじゃがいもはニンニクオリーブオイルに入れて炒めていく。ウインナーと玉ねぎも合わせて炒める。油を食材となじませ炒めていく。塩と黒胡椒で味付けをしていく。いい焼き色だ。美味しそうな焼き色がついたら粒マスタード、醤油も加えて炒めていく。美味しそうな匂いと食材を炒めていく音が食欲をそそる。バターを加えて絡まったら火を止める。最後にパセリを振りかければジャーマンポテトの完成。いただきます。うまい。今日はいつもと違うビールを。ビールと合う。香ばしく炒めたじゃがいもとかウインナーとかがマスタードやバターのおかげでいい感じにまとまっている。味変タイム、タバスコ。うますぎ剣心。やっぱりタバスコは何にでも合うな。今日のビールはピルスナーウルケルというビールで、チェコ発祥のビールらしい。
ジャーマンポテトとはいいマリアージュな気がする。ごちそうさまでした。今日もうまかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。ツナボーイさん、ジャーマンポテトは、とても美味しかったです。あざっそ。ツナボーイ T シャツ、ツナボーイ料理で笑顔を届けるとかだよ。